今回は対義語について見ていきたいと思いますこの対っていうのは反対の対を表しています対義語っていうのは反対の意味であったり対になる意味を持つ単語のグループのことですこれも具体例を見ていきましょう例えば「暖かい」と「冷たい」この2つは対義語です他にも「依存」と「自立」「以前」と「以後」「便利」「不便」などいろんな対義語があります 対義語の中にはこの最初に見た2つのようにその単語自体が反対の意味を持っているというものもあればこの以前と以後みたいに言葉の一部が反対になっている前と後ろって反対になっているものや便利と不便みたいに打ち消しの言葉が入っていて対義語になるものもありますまあ反対の意味や対の意味になっていたらそれらは対義語ということですさてこの対義語にも注意点があります 対対義語は対比の観点によって変化すす。る場合もありますどういうことか例えばこの単語を見てください「兄」という単語について考えますこの「対義語」って何かって言ったら何て答えるおそらく多くの人は「兄」の対義語は弟って考えたんじゃないかなと思います確かに年齢が反対だよね上にいるのが兄下にいるのが弟ですでも「兄」の対義語 姉って考えた人もいるんじゃないかなと思います。これもやっぱり対義語なんです。何でかって言うと、そう性別が男女で反対だよね。なので、兄と姉っていうのも対義語です。こういう風うに年齢で対比するのか、性別で対比するのかっていう。この対比の観点によって対義語っていうのは変わる場合もあります。なので、必ずしも対義語は1つとは限らないので、そこだけ注意しておいてください。 ここまで対義語の説明でした。